うん、これさ思ってんけど今この状態であの中の一人占って人狼って出たらどんな気持ちなんやろな。ちょっとめっちゃおもろいめっちゃおもろい。じゃあ行きますよ。はい、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 希望の船やばい、うん、はい、希望の船エスポワールドあー何だっけ、あ、そう、ギャンブラー人狼アスター。はい、はい、トントン、はい、トン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 だよトントントン、トン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 ト尻尾の長い長いの豚やからね。豚の尻尾はちょんぼりちょろりやろ。ちょっとちょっと誰今え、どうしたエビさん。いや、なんもないっす。あ、あ、俺探偵です。またエビさん嘘ついてんの。ほんまに、本店ってトントンが探偵やばいやーほんまにトントンが探偵やばいやーいけんかったもうええんちゃうか、剣道はもうええんちゃうか、もうええか、もうええか一旦ええやろ、一旦ええか。おらば、おらあおなかった。ええー、ちょっと待ってちょっと待って、エーミールが俺に向けてなん、なんで、待て待て、トントンの話を聞くべき。ちゃうか、トントンが今まずい気がするよ。エーミール、お前なんで今俺に向かって矢を放とうとした。なぜだよ。しやるか。いや、なんとなく、とりあえず言ってみよう。なんとなく、お前俺の役職を聞いても同じことができるのか。え、なんで、何これ移動線、これ真ん中入った罪ポイントじゃん。俺の役職は預言者だ。ああ、トントさん預言、いや人狼ですって言われたら赤の外もね。ああ、いいんかお前、俺は預言者やぞ。いくら探偵の前でも俺はお前を殺すことができる。いや確かに。あ、そこだ、預言と探偵がもう集まってる。探偵預言が一緒に返してくるね。今やなっている。シャオさん、またそこ分かれへんねシャーラシャオロ、これ、海まで落とせてたもん。おお、あ、でもまあ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 、割と落下ダメージ痛いところまでいったな。まあまあまあ、ええー、これなんかで殺せるな、ここ。これ、まだいけるか、結構ダメージになるよ、もう落ちたら。ああ、海まで行っちゃった。ああ、海まで行っちゃった。これはまずいね。上、水来るやつや。はぁ、ちょっと待って、誰こんな飛来神、ややこしいわ。引っかかってよ。いや、めちゃめちゃややこしいよ。あそこ引っかかった人、問答無用で殺そうと思ってたのに。ちょっと、たって、予言予言、予言どうしよう。予言撃つ。いや、シャオさんも行くかい。いや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 、逆に予言使わん説あるやろ、これ。あー、置いとく。逆に使わん説あるやろ。あ、強くはないか。未来にかけてきた。なんか役職持ってたっけ。これ背中を押したいな。あ、探偵か。探偵や。なんで、なんでそれ興味ない感じ。いや、これでも相当なダメージになるでしょ。え、でもまあ、あ、でも下着あるから一応のダメのはず。 ありがとう。お前なんかわざと水の方に行ってくれたやろ今。わざわざこんなえげつない水作って。あっ、ぶっ、村人やぞ。もうマジで。あー、絶対やってほしかったやろ。正直待ってたよ。あ、水気持ちいいね。イケスがさ、なんで俺も気持ちいい。3人、3人のイケスや。ちょっと待って、あー、4人目、いやー、4人、4人トントン。4人はトントン。うん、これさ思ってんけど今この状態であの中の一人占って人狼って出たらどんな気持ちなんやろな。ちょっとめっちゃおもろい、めっちゃおもろい。もうピラニアのおもろい。誰かな。とりあえず意味出したよ。え、ちょっと待って、え、誰にしよっかな。これ、あー、5人目。ゼロー、ぶっかぶっかぶっか、確率がどんどん増えてる。いいぞ、絶対おるやんこれ。絶対おるぞ。え、誰にしよっかな。よし、誰にしよう。え、ゾムだけ意味持ってない、こいつ余裕やな。え、ちょ、お前ら引き落ちようか。ガチめにこの好きしかないけど。いや、これはありやな。ちょっと使わんとこかなと思ったけど、これは使うべきやな。これは使うしかない。誰にしようかな。ガチである。君、電気潜水切れそう。
どうしたの？え？ショッピは人狼ではないってさ。よーし！あ、行け！始めよう！なんだなんだ？わあ！やばいやばいやばい。とりあえず、ことが起きるぞ。俺でも、誰も弓引かへんねんけど。なんも起きんの？これでパーで割れたら。だってこれで引いたらもう、だってバレバレ、めっちゃ刺しでしょ。ちょっと全員オラクルになってる。あれ大事性がオラクル。大事性がいなくなってる。あれあの、エリートフィッシュしか残らんかったんけど。おい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 、やばいやばいやばい、危な、お前ふざけんなよ。ドキドキ弓矢フィッシング、エリートフィッシュだ。お前ちょっと大先生、左危ない、危ない、やばい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 、こっから撃ったらわからんやな。いればエリートフィッシュだ。それはそれはあかん。大丈夫か。逃げ災害でチーノが死にかけた。危ねえ危ねえ。あの大井戸が鉄砲棒の水やしなんだ。鉄砲かこれ。消えるか。さすがにどっか行ったか。もうそろそろ。さすがに。あのシャロさんやめますね。危すぎ。俺それマジでいずれ死ぬから。やばすぎ。ほんで。何も起こらへんのか。ゆみさん、はい、おかしいな。あと能力残ってんのはあなただけです。はい。なんか やったらどうですか、素人って。人死んでないから何もできんよね。あ、お前がこの、お前、ナイススタート。人死んでないから何もできんよ。よし、お前が、ナイススタート。いや、これで全く。殺した。これで予言も探偵もない裏の始まりだ。さあ探しようぜ。まずいぞ。推理要素全部消しちゃったわ。これはギャンブラーや。これがやりたかった。俺は人数的には人狼有利か言ってたかな。そうやね。でも 3-4 だからほぼイーブン。うわ楽しみ。これどうなんねやろ。俺さっき人狼でいつトントン殺すかめっちゃ考えそうに。いやめっちゃ悩んだ。めっちゃ悩んだ。どういうどうやって抹殺しようかなと。シャオロンだけは怖かったあいつ。俺村人やったて。村人か。え、これでもいや、エビさんはトントン犠牲だった。でも予言は残ってるはずやんな。誰予言俺言ってたから残ってるはず。誰予言。あ、そっか。予言使ったっけ。まあでも能力は使ってる。能力は使った。うん、俺に使って知る。予言が誰か言ってるのか。あれ予言は。まあでも今あ、これあれちゃう。予言生き残るために潜んでる。あ、潜んでる。確かに。え、なんでこれ予言しようせへんやろ。だから白角バレるのが怖いんじゃない、うん、もうそう人数的に有利やから。確かにな。確定でぶっ殺せるやつやで、今から出てきてもなんかギャンブラーの乗っ取りとか考えちゃうよな、うん、でもギャンブラーの乗っ取りなくない。なかなかむずない。ないんかな。今なんか予言2人とか出てきたら両方殺せる俺ら、うん、まあどっちも殺すフェーズにはなる。それにすがってしまうよな。じゃあ普通にバトロは一旦俺村人やけど予言しようしよっか。なんで予言しよう。なんで対抗らへんの。まあ、いない。すり出し対抗って何。おら、その出方に対抗するやつおる。おる。いや、無理やろ。すごいな、これ。これ、うまいことやったらあそこのブロック。これ、マジ誰。あ、いけますよ、多分。いける。お前がもしかして。何、どうした。ちなみに、これはもうお前が予言やったんか。殺す。え、なんでよかったん。やっぱり、うん、ついていきます。よしよし、こい。え、予言いた。え、おらへん、おらへん、ゾムゾム。おらへんか、あ、おらへんのか。なんのひそひそ話や。隠れてなかったね。結構筒抜けやったけど。危な。あ、ロボロセーバー、エビさんのアイテムか何取った。あ、取ってねえ。あ、俺ブリーチングチャージパクったよ。あ、なかった。待ってくれ。ブリーチャーパクって真ん中開けた。あー、俺の停電スイッチ。見た。お前よくは俺の手がないもんね。何してんなお前。わかったわかった、じゃあ返してやるよ。マジで。なんでやねん。やばいやばいやばい。見えないよ、見えないよ。殺される。見えないよ。なんで撃ってきてる。誰か撃ってきてる。見えないよ。絶対大先生。見えないよ。あー、もうあいつや、もう飲んだったじゃん。停電で怖かったから。エフイぐらい弾飛んできてびっくりした。いやもうシャウロ怖すぎやろ。まあ俺今 HP ちょっと落下ダメしすぎて2しか残ってないからいつ死んでもええで。多分普通に歩いててもそのうち死ぬ。え、これ平石引っかかったら死ぬんかな。あー死ぬやろね。死ぬな。2食らう。わからん。2は食らうな。1回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 1
一回ってことはシャオさん絶対黒じゃなかったよ。絶対白よ。絶対白やったよ。怪しすぎるやろ。でも、もうあれ、おやめろや。黒じゃないけど、まあ、あってキャンブラーやろあいつ。いや待ってくれ、こんなことするやつ強人ちゃうか。あ、ギャンブラーシャオさんやったかこれ。強人すぎるやろ。ありうるな、まあ、それはありうる。いや黒やろに。でもさ、明らかに死ぬのが分かってて、一旦行こうの一旦ロボロか俺ちょっと待って、ノリがあったやん今の。いやでも俺は見てしまった、あの停電のせいで多分爆速に逃げるためにチョンリモを飲んだチーノの姿。チーノ白いか。チーノ白い。白いか。あ、そういうことか。ちょっと早かったなあいつ。早かった。一旦白いか。なるほど、白として死ぬわけにはいかないっていう。真ん中突っ切ったら触れてくれるかなと思ったけど全員がスルーだった。いや見えてへんねんだから。なんかシャオロのせいでその話全部消えてった。何のせいでしょうかないんですけど、マジで自分でやっといてないけど辛いなこのセッション。早く黒動いてよ。分かった、じゃあ動かしてるか。あ、マジで何お前黒ってこと。いや俺予言狂人。あ、予言。お前や。え、ちょっと待って。いや俺予言狂人。あ、予言。お前や。え、ちょっと待って。いやもうロボロやん。え、ちょっと待って。え、やるって予言って自分で言う。そりゃそうやろな。え、あ、じゃあロボロさんが黒かギャンブラーか。あ、あれほんまに予言やったんや。多分ギャンブラーで動いた説あるよな。せやな、予言やったら殺せるもんな。結局シャオロンは白やったんか黒やったんかわからんしな。いや俺の思うねんけど、多分さすがにシャオロン白やろ。さすがにシャオロンはね、さすがに白やと思うわ。さすがに。あー、いやでもあの立ち振る舞いちょっとギャンブラーに欲しかったな。でもマジでリアル狂人やったな。だとしたらでも言うて人狼後に残ってるって考えたら結構きついですよ。そうですね。正直誰や。え、でも残ってんのが血のゾム、ショピー、トンの中から半分。チーノのチョンリマが白目やなと思ったら俺もうトンゾムかっていう。まあ俺も正直、いやでもどうなんやろ、チーノがなんかその、まあ、ギャンブラーに殺されるように逃げた説あるから。ああ、確かにそれもあんの。いや俺チーノ白ちょっと置かれへんなまだ。うん、俺もちょっと白には置きづらいな。まあ、ロボロやってからかな。じゃあとりあえずロボロじゃない。しかしあのあとあいつ姿消したからな。いやほんまにどこ行ったんや。姿消さんとだって狙われるやん。まあそれはそうよね。しかシャオロン、ロボロさんどこんの。一緒に殺すべきだったな。いやロボロマジで見つから。え、マジでどここれ。ちなみに下ちょっとちょろちょろ見て回ってるけど、マジで見つから今。そう、俺も一番下の階やと思うんだけど、ここ見てるけどおらんねんの。ほらうまシャオロン黒説。誰もいねえ。やないやろさすがに。いやシャオロン黒やったとしたらロボロさすがにあれあのムーブなくない。だからロボロがギャンブルやったら分からへんし、今逆も確かに。あー、ロボロギャンブラーでシャオロンをこうペチった説な。そうそうそう、はいはいはい、俺トンチの遊びわかんねえよ。わかんねえ。推理要素はほぼ当たってるもん。先に報告してきてくれ。俺は必死にロボロさん探してるけども会えへんに一回も。ゾムはまあ場所わかったけど、でもゾムって意外と動けないよな。そうやね、俺逆にこの段階で地下行くのは黒なんやろうなと思ってるから。はいはいはい。ああ、なんかショッピアは黒置きやなっていう目線だね。俺目線は。俺今結構唯一の要素であるロボロさんを殺したくてしゃあないから近いってるって感じ。あのショッピの場合はでも正直あれやな、ロボロ殺したまあ城取れるって感じ。まあそれで殺すなら確かにそうだな。もう殺せたら城やもんな。逆に考えよ、トンチのショッピ逆に村人が2人いるってことやろ。そう、うん、まあよし、楽になってくる先に。え、ちょっと待って、ちょっと待って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 
まあそうね。でチーノはロボロさんおったって報告した後にチーノどうなったこれ。いや生きてはおんねんけど。生きてるのか。お俺今完全に殺されたと思って話進めるつもりやったのに。でロボロさんの報告するチーノはもう知るやと思うねんなこれ。俺は。いやでもこれもさすがにやるしかないかとりあえず。やれば減ったら辛いな。村人ミスったらだってあと一人自分だけなんやろ。もうきつこすぎて殺せ。あロボロおったわ。えマジで。でショッピーおったけど別にロボロと一緒に やり合ってるわけじゃないから多分こいつがプロだもん。おやーよしロボロやり。ナイスチーノ。でロボロ俺が殺したからでまチーノ多分偽ってんだ。ん？え？あちょっと待って。えあチーノ殺されてるわ。えこれゾムさんがやった。えチーノ？え？ちょっと待ってごめんあのえあこれもゾムとも二人やからあー。えちょっと待って。俺今ロボロえなええチーノちょっとどうぞやってるやんこれ。えとりあえず俺目線はなんか今のところショッピが怪しく見えるけどこれ実はゾムっていうオチ。うん。えだってチーノ下にあるもん。え俺ロボロを撃ってロボロ殺したチーノが俺だからチーノを殺そうと したチーノのロボロさんやったがあっててそのチーノをゾムさんが殺したやん多分。でもゼロ距離すぎロボロとチーノ同じとこだったねそうやったら。えマジわからん。ちょっと待って。いやこれ俺多分ショッピやと思う。ショッピがあんだけ近くおって報告せんかった。いや俺はその後ロボロさんが急に出てきてビビって一旦引いたらゾムさんがはいはいはい、あ気を伺ってたと。ちょっと頼むからお前2人で殺しちゃってくれへんか。ちょっといやいや、いや俺これでもトンゾムやねんけど。いや俺トントン城に置くわ。俺はもうショッピ行くわ。いやこれでも地味に俺今数的有利取れたんじゃないか説押したいんやな村人。いやでも逆に俺トンショピ黒という説あんのかこれ。ちょっと待って待って。いや俺みたいな白やったチーノを殺したゾムさんが黒ってトントンさんも黒に自動的になんねんけど。えいやほんまに分かる。いやでも薄い線すがるんやったらシャオロンギャンブラーのロボロチーノやって。いやでもそうなるとゾムのあいやゾムが人狼でもシャオロンこれガチ強人すぎるってかちゃってこれマジで。えだからゾムロボロが黒やったらでシャオロンが強人やったら、まあ、一応内訳の説明はつくか。いやしゃあないもう俺が明かしますわ。俺はギャンブラーだぜ。ええ俺がギャンブラーだぜってなると俺目線はトントンが黒になってトントン目線は俺が黒になるっていう。なんかどっちにとってはあんまりメリットがないから。え、ちょっとでもショッピ的には大メリットやからこれはちょっと俺はギャンブラーだぜ。え、でもやっぱ俺ロボロの下見てるけどチーノの下ないから。ええ、ちょっとチーノはあ、よっしゃナイスよっしゃナイス来たわかったべ。え、ちょっとチーノはよっしゃナイスナイス来たわかったべ。ご主人ナイス。マジでバレたと思った。あ、そうだったのか。どんどん安心させるために言ったんか。そうバレたと思った。マジでバレたと思った。え、ちょ、ナイスチーノどこで死んだ。俺が殺した、あの時。あ、ロボロおったわ。え、マジ来た。でショッピーおったけど別にロボロと一緒に やり合ってるわけじゃないか。おいやよしロボロやり。でショッピーおったけど別にロボロと一緒に やり合ってるわけじゃないか。おいやよしロボロやり。ナイスチーノ。ナイスチーノ。でロボロ俺が殺したからでチーノ多分偽ってんだ。いやマジナイスやりだわチーノやりは。いやマジショッピー助けられたガチで。なるほどチーノと俺が。あそういうことか。2人が同時にロボロさん狙っとったから俺はチーノを処置してんだここで。でロボロは多分こっちにゾムおったんかな。そっちにおったゾムおったんかな多分ここやな。でそっち注意で俺横からさせたと思って死んだ、うん、マジかタイミングめっちゃ良かったんだじゃあ。そうここ4人おってんだ実は同時に、うん、いや素晴らしい。うん、まあ、やっぱりギャンブルでこうやって勝つっていうのが一番気持ちがええね。ちょっと待って、いやお前逃れられてないからな。あ、そこ嬉しいけど。ロボロさんのアピールおかげで誰が来るか一旦分かったからな俺。いやマジであのショッピ君が来てくれたのがほんとでかかったな。俺は必死にロボロさん探してるけども会えへんね一回も。ロボロマジでいつからあんか。まあもう会わなくてもいいんちゃう。
ゾムは、まあ、場所分かったけど、ゾムって意外と動いてないよ。そうやね、俺、逆にこの段階で近い黒は黒なんやろうなと思ってるから、はいはいはい、あ、うん、なんかショッピアバーは黒置きやな。いやでも一瞬チーノのロボロやったからの、いやゾムが俺もロボロやってんなってなった瞬間に内訳が脳みそバーガーとして終わったの。いやマジで、いやしまったな。ショッピの CEO なかったらマジで俺もうショッピ殺すしかないんかってなって脳みそ壊れるとこやった。俺がギャンブラーって言われたら俺が殺されると思って。うわー、俺その起点期間かった。俺がギャンブラーって言ったらよかったな。助かったんこマジで。